はい、どうも。それではラフトメカニック続きをやっていこう。とりあえず前回はこのスパッドガンを獲得できて、でエアタンクかな、もうアンロックされたからその辺作って、で次の目的地のこれ何なのかな、遺跡っぽいところを目指して行ってみよう。で、エアタンク。エアタンクどこにつけとこうか。ここにつけて。おや。おや、ちょっとわからんぞ、これは。どこにつけるのか。何に使うんだろう、あれ。全くわからんな。全くわからん。この辺エアタンクだから空気が入ってると思うんだけども、このコンバーター周りと一緒に使うとかあったりするんかな。じゃあ後で考えようか。ちょっとわからんすぎる。まあ、とりあえず行ってみよう。行けと言われてるところへ。よいしょ。ここのことは知らんかったな。何かあるとは思ってなかった。どっちから行くのが正解？ぐるっと回ってみようか。なんか開けてるような気もするけどね、ここ。うん、上陸しよう。ここから遠回りしてる気もするけども、なんか道みたいになってるもんね、ここ。あれは何？あ、草か。びっくりした。で、水辺、川がある。川があるな。砂浜っぽくなってるね、ここ。ファンドザ・ソース・オブ・ザ・アブノーマル・ウォック・アクティビティ。ウォック、牛だったっけ。お、ここだ。ここに来たぞ。おお、すごい、すごいな。これは全部持って帰りたい。持って帰れるかな。とりあえず来たぞ。使う、拾う。トークザトレーダー、ああ話せと。了解した。とりあえずもろもろもらおう。おお、いいものを置いてますね。なんかここにも建物いっぱいあるな。よいしょ。建物の中にさ、なんかあったりするのかな。ないか。この中で農作とかできたりするんかな。川近いし、鉄壁の守りじゃん。ないね。じゃあちょっとトレーダーと話をしに行こうか。ほい。たらログを見ろ。おや、フルーツフォートレーダー。マジ？また2個のブルーベリー&バナナ。 I hope this will be the last and I have to do for him。 ブルーベリーとバナナを2個ってこと？マジ？オレンジじゃなくていいの？
ブルーベリーズ&バナナって書いてるもんね。ブルーベリーとバナナ作るよ。ブルーベリーとバナナ、バナナ、バナナねえな、まずい、バナナがない。手持ちにバナナ1個でもあればな、種に変えてやるのに。一旦ブルーベリー作るか。じゃあよいしょ。溜まりすぎじゃないそれ。ちょ待って、一回さ上がるわ。空気が欲しい、空気が。溜まりすぎじゃないマジでこれ。やろうぜお前ら。逃がさんぞ。マジか、死んだ。さすがに穴数やるのは無謀だったか。負けるとは思わんかったな。めっちゃおるけども。あぶねえあぶねえ。これで全部倒した。あ、そうだ、この数で倒せるかな。ちょっとあいつ倒せるか試してみようぜ。ファンボット、ついでにプレートを壊しまくったら多分出てくるんじゃないかな、バナナの種。あ、スクラップタウンでもいいな。ちょっと裏側から上陸してファンボット1体と戦おうか。さあやろうぜ。ちょっと待て、ちょっと待て。お、当たる。やれるか。Oh my god。 帰ってくんない？ちょっとそこの位置はだるい。帰ってくんない？で、お前の体勢おもろいな。ちょっとスクショ撮っとこう。よし、いいぞ。戻れ戻れ、もっと戻れ。その位置くらいだったら大丈夫。もうちょっと戻ってほしいんだけども。寝た？あー、いい、オッケーオッケー。こっちの方から撃つか。倒せる。おっしゃ、倒した。カードキー出さねえの？マジ？そんなことある？ってことはさ、多分出さないんだろうな、ドイツ倒しても。なるほど、じゃあもう倒さない、ファンボットは。倒す必要がなくなっちゃった。弾だけ食うし。あれ、クレートないじゃん、全然。よいしょ。トマトか。一応持って帰ろうか。よいしょ。あ、やべ、取っちゃった。いらないんです。上に上がる？まあ、ここなんかありそうだもんね。高いし。お、金クレ、これ確定のところかな。開けよ。バナナ入ってる。うわぁ。いらない。ここの裏は？ないか。頼む。君には入ってる。おお。待ってました、バナナ。ありがとうございます。
信じる者は救われるというところで帰らせていただきます。間違えて食べないようにね、頼むよ。うっかり食べないようにね。もう二度目はないぞ。じゃあ降りようか。よいしょっと。え、バナナ出る？マジで2つもくれんの？嬉しいことしてくれるじゃない。あ、ちょっと覗く？ちょっと覗いてみる？いやー、やめよう、怖い。それでちょっとバナナをロストしたらしんどいしな。よし、それではまた冒険の旅に出ようか。もうしばらく作物は育たんだろうし。あ、ちょっとウェアハウスちょっと見てみようか。見たいって思ってたし。よし、じゃあちょっとこの辺から行ってみようか。念のためちゃんともう一回ベッドに寝て。さて、わお、あ、やべ、当たる、しくったな。おっと、まずい、そこだけを狙わないでほしい。これミスったな。どうしよっか。当たる。ちょっと様子を見よう。焦点してますけども、これ詰んだ？もしかしてどっか行ってくんないかな、あいつ。様子を見よう、観察してよ、あいつを。ダメだな、夜まで待ってみたけど、あいつ離れる気配がないから、ちょっと向こう向いた時を狙って、一回船で逃げよう。今じゃない？もうちょっと反対向いてほしいんだけども。あ、いいよ、いい、いい。この辺から行こう。で、お前らどうせ来るだろう。お前ら先対処するわ。はい。来るんかい。狙ってくるんかい。バレた。あー、いい、こっち来いよ。そう、こっちこっちだ。こっちで殺されて復活して船に戻ろう。ほら、こっちだぞ。え、気づかない？夫婦で死んじゃうんだけど。ほら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 、わかんない、わかんない。あ、わかった、やっとわかったか。だからこっちに来てほしかったんだよな。オッケーオッケーオッケー、そこまで戻ってくれれば素晴らしい。よし、これでここだ。よし、積年の恨み恨みっていうほど恨みもないけど。消えた。じゃあちょっと攻めてみるか。ウェアハウス入れるかどうか分かんないけども、いるかい、いる。あいつか、あれはトートボットだ。こっちはいない？お、いる。この辺じゃない？よし。トートボットは無視でいいんだ。
いないよね。いないよね。見てみようか。だよね、必要カードキー。ってことは、どういうことだ？ベアハウスは来ませんってこと？でも来そうだけどね、なんだかんだ言って。生成されてるし。ああ、でもベアハウス来る意味ねえな、今。ワンボット倒しても、手に入んないもんな。カードキー。どこで手に入れるんだろう。じゃあ、なるほどね。まだ来ても意味ないか。残念。なんか収穫あるかなと思ってたんだけど。これもっと速くなんないかな。移動速度を限界まで高めたい。すでに結構速いんだけどね、こいつ。エンジンもマックスだし。これがベアリングで回転に回転を重ねる。そしたらもっと速くなるかな。よいしょ。よし、じゃあちょっと今回はこれぐらいで終わりにしようかな。次回は今回集めた、作物をパッケージステーションでクレート化して、またトレーダーに渡しに行こうか。では本日はこんなところで。それではまた。